今日は鯉のぼりを描いていきます。鯉のぼりはまず吹き流しを描きます。吹き流しは風にゆらゆらと揺れている、そんな楽しげに描けたらいいですね。はい、お父さん鯉大きいですよ。目も描きます。たらこうして鱗を描いて、背びれ、腹びれ、お母さん鯉もちょっとお父さんに寄り添って、そしてこれをつながないとね、飛んでっちゃいますからね。はい、これで色を塗っていきます。吹き流しの色はね、どんな色でもいいですよ。水色もいいかな、赤もいいでしょうか、黄色だっていいよね。何色あってもいいです。こんな風にして、今度はお父さん鯉は紺色でいきましょうかね。本当はね、子供も描きたかったんですけどね、鯉が大きくなりすぎちゃいました。さあ、お母さん鯉は赤です。風に泳いでますね。でもこんなに泳いでるっていうことは相当強い風でしょうか。そして金でちょっとこういうところを飾ってやるともっと綺麗になるね。そう、そして下の方に少し菜の花畑を入れてやると高いところを泳いでるっていう感じです。そして字を入れます。元気に沿って、そして半を押したら、はい、鯉のぼりの出来上がりです。次はこのようにいっぱいこういろんな色を入れていきますね。そしてそこに諸葛彩を描いていきます。割り箸で描こうかな。はい、ちょんちょんと。諸葛彩っていう花はね、花びらがね4枚なんですね。はい、どこのあのお家のお宅、皆さんのね、あのお家の近くにもね、きっとこれあの雑草のようにね生えてると思うんですけどもね、私はねこの花が大好きで、種をもらって、プランターに作っております。こう絵を描きたいのでね、絵の見本にしたいんです、モデルにしたいんですね。そしてここにもちょっと今にも開きそうなのがあります。諸葛彩の花はね、こうお尻がねぷくっとこう膨れてるんですけどね、ちょっとこの絵ではよく分かりませんけど、それからこう茎がありまして、そして葉っぱがあるんですけども、この葉っぱは茎を丸けていて、そしてここからまた新しい花の芽が出ているんです。そしてここにこっちにも葉っぱを描いたら色を塗っていきます。色は鳩葉色と紫ですね。そして、花の中心の方が濃くなるように、紫のこの筆の先が中心に行くようにこう葉書を回すといいですね。鳩葉色と紫、いっぺんにこう綺麗な色が出ますからね。筆を寝かせるようにして使うのがコツですか。
ちょっとつぼみも色つけていきましょうかね。そしてこの茎の方のこれもね、ここもね、ちょっと。それから軸は黄緑色に円紙、ちょっとこう赤い軸がいいですね。それから葉っぱは黄緑色に緑に円紙を少々で、ちょっと根元の方が赤いとですね。はい、こちらもいきますよ。はい、さあ地を入れて、嬉しいね、春。そして花を干したら、初喝采ができました。じゃあまた来月も見てくださいね。